こんにちは、こんばんは、サキュアです。先ほど日本に帰国しました。いやね、前の動画でも言ったんですけど、今回 UBI さんに6インビテーショナルの方にね、招待していただいて、ちょっとカナダの方に行ってまいりました。で、まあ帰ってきたら、まあちょっと休もうかなと思ったんですけど、まあシーズンパスだったり、TTS だったりと、いろいろとね、新しいアップデートがあったということで、今回は PS4 の方に追加されたイヤー5のシーズンパスの特典紹介をね、していこうかなと思います。それではね、早速見ていきましょう。ちなみにイヤー5のパスのお値段は3300円でした。 PS ストアとかで置いてあります。じゃあ一個一個見ていくんですが、まずここ、もっと見る、新しいコンテンツ。イヤー5のパスでは1年間の VIP プレミアムメンバーシップへのアクセス券と関連する特典をご利用いただけます。イヤー5のオペレーター6人に7日間先行アクセス。まあこれは新オペレーターが普通の人より1週間早く使えますよっていうのと、あとまあ無料でもらえますよっていうことですね。で、2つ目が限定カスタマイズアイテム。これは多分スキンとかそういうのがもらえるっていう感じなのかな。で、3つ目がショップでの 10% 割引。まあ要は、500円で名声買うとかだったら50円引きされて450円で買えるよみたいな感じですね。まあ、高い名声だったら高い名声分だけ安く買えると。あとは 5% の名声ブースト。まあ、常に、常時、名声ブーストが 5% かかっている状態っていう感じですね。そして2つ目、新しいコンテンツ、VIP 特典。さっき言ってた VIP 特典のところですね。これが、まあ、さっき言ってたイヤー5のオペレーターに1週間先行アクセス。そして 10% 割引があるよと。で、それ以外のところが、0.3% のアルファパックブースト。まあ、これが要は、勝っても負けても 0.3% の、ブーストがかかるのかな。あと、バトルパスの購入が 30% 割引。これにこんなのもあったんだ。そっか。バトルパスが最近追加されたから、そのあたりのね、割引も効くようになったんですね。さあ、そして、ここからは、新しい、まあ、スキンと、チャームと、あとなんだろう、これ、イエーガーのセットがあるみたいなんで、ちょっとこのあたりも見ていきましょうか。じゃあ、まずちょっとこの、ゴールドアラバスタースキン見ていきましょう。さあ、これがですね、ゴールドアラバスタースキンというね、迷彩なんですけど、これなんか見たことあるね。一時期、なんかアルファパックかなのレジェンダリースキンでこれ出るんじゃないかって、一時期なんかリークされてたの記憶があるんですけど、これまさかのシーズンパス迷彩なんだ。いやー、これいいね。これは今回全体的に白色、白、なんだろう。白っていうか若干銀、いや、白だな。白に、金色が入ってる。まあ、砂っぽい。アラバスターってなんかそんな感じで砂漠みたいな意味ですよね。多分そういう感じで、まあ、若干金っぽいような、砂っぽいような色合いの、模様が入ってる迷彩になります。まあ、全体的に白、あと金っていう感じの迷彩になってるんで、まあ、チャームなんかもね、なんでも合うんじゃないかなと思います。今はちょうどプロリーグのチャームつけてますけど、まあ、こういうシンプルなモノトーンチャームでも合いそうですし、他のね、ものでも合うんじゃないかなと思います。じゃあちょっと違う銃も何個か見てみましょうか。はい、G36C はこんな感じ。まあやっぱいいっすね。これもなんか結構迷彩映えする銃なんだよな。結構好き。バックだとこんな感じになるみたいです。なんかどれもね、すごい迷彩の雰囲気いい感じになってて、使い勝手いいんじゃないかなと思いました。結構これ僕愛用する気がします。はい、じゃあ次のね、特典見ていきましょう。はい。お次はチャームなんですけど、ヘキサゴナル6というチャームみたいです。個人的にはね、ちょっと苦手な感じのチャームかもしれない。わかる人わかると思うんですけど、なんかちょっと集合体恐怖症にとっては結構きつい感じのチャームかなっていう印象があります。まあ、6のマークなんで、多分中のところの丸のところ、穴のところが、ヘキサゴンなんで六角形になってるっていうチャームだと思うんですけど、ちょっとね、蜂の巣みたいな感じがして結構ちょっと苦手な感じかもしれないです。ちなみに過去のチャームはこんな感じだったんですけど、イヤー4のパスが確かこれかな、あのボルケーノみたいな感じのやつだったと思います。まあ、これはね、迷彩自体もボルケーノ迷彩みたいのだったんで、結構ね、相性がいい感じの、チャームだったなという印象があります。あとさらに遡ると、こういうね、カーボンファイバー6みたいなチャームもありましたね。懐かしい。確かこれ黒曜石迷彩の時のチャームだったかな。違ったかな。なんかもう毎年買ってるから、ちょっとどれがどれとかあんまり覚えてないんですけど。まあこんなのもありましたね。はい。じゃあチャームはね、見終えたので次、イエガーのやつかな。イエガーのやつちょっと見ていきましょう。
はい、じゃあここからはね、イエーガーのセット見ていきましょう。まずヘッドギアなんですけど、これめっちゃかっこいいですね。なんかね、全体的に黒色が強めのヘッドギアになってるのかな。なんかね、ユニフォームとかの方まだちょっと映してないけど、かなり黒と、あと白のラインが入ってるっていうシンプルな、まあ、セットになってるかなと思います。で、これ目の前の目のところがなんか、マルジェラの紐みたいになってるけど、なんか映ってんのかな？なんかね、前のイエーガーのところが反射して映ってるとか、駐車場みたいな感じになってたけど、これは、なんかよくわかんないですね。なんか映ってる気がするけど。で、ユニフォームはこんな感じになっております。まあ、これに関してもヘッドギアと同様結構まあシンプルなものになってるんですが、ところどころにね、白のラインが入ってておしゃれなセットになってるんじゃないかなと思いました。で、ズボンの左のところなんですけど、ここにはね、6のマークも入ってるっていうことで、かなりね、限定感のあるセットになってるんじゃないかなと思います。非常にかっこいい。かなり愛用者増えそうなセットかなと思いました。はい、お次はそのままね、イエーガーの銃の416カービンなんですが、これもめちゃくちゃかっこいいですね。かなりね、シンプル、ちょっとテカリのある、光沢感のある、まあ、416の迷彩になってて、で、左のところには6のマークも入ってる。これちょっとシルバーっぽい感じなのかなっていうことなんで、まあ、全体的にちょっと落ち着きのある迷彩なんですけど、光沢感があることによって非常にね、高級感があるものになってるんじゃないかなと思いました。で、ホロサイトなんかも非常にね、まあ、黒ということで相性抜群の組み合わせになってるんじゃないかなと思います。いや、今回のイエーガーのセットいいですね。相当どれもね、かっこいい、まとまってる。はい、そしてチャームはイージスイエーガーっていうチャームです。なんかこれはね、なんか以前のシーズン9とか8とかかな時とかのプロリーグチャームとかとちょっと形似てる気がします。これ多分分かってくれる人いると思う。なんかあのダイヤっぽいチャームみたいな感じ。なんかね、形がそんな感じなんですよね。はい、ということで、まあ、今回のね、イヤー5のシーズンパスの特典内容の紹介は終わって、またちょっと時間が余ってるので、せっかくなんでね、インビテーショナルの現地に行った人しかもらえないチャームをちょっとせっかくだから紹介しようかな。はい、じゃあ一個一個見ていきましょう。なんかね、コード打ち込むともらえるやつなんですけど、まず1個目が、インビテーション2020。これ、やばいなぁ。これね、ちょっとチャーム持ってる中で、これが一番好きなんですよね、インビテーショナルチャーム。19年とか18年のやつもかっこいいんですけど、個人的に今回のやつはかなり好きっすね。なんかやっぱね、シージって6じゃないですか。六角形のこのヘキサゴンのマークの中に6入ってるっていう、この感じが本当にかっこいい。めちゃくちゃ好き。これ多分ね、ずっと使うかもしれない。本当に。思い入れもあるしね。あとね、これ以外にも結構もらえたんですけど、なんか、6個くらいもらえたんですよ、チャーム。めちゃくちゃもらえて、マーシー・ジェー・チャームかな？なんか実況者、海外の有名実況者の方のチャームも、ここに入ってたんですよね。これそうだよね。多分、入ってたやつだと思う。違ったかな？こういうのも、もらいました。これもそうかな？多分これもそうだと思います。違うかな？なんか、もうほんともらいすぎてね、よくわかってないんですけど、あ、多分そうだね。これも、もらいました。SY2020 ゲーム。多分会場の、雰囲気になってるのかな。これもかなりね、好きな感じです。で、次が、スターター。これは違うやつだね。これは普通にもらえるやつで、これか。e スポーツ。これは、あれだね、インビテーショナルの優勝した時のあの、ハンマーのチャームになってるのかなと。まだあったんだよね。あーと、これか。コミュニティ。これはちょっと よくわかんないですけど、なんか、まあ、人のマークが、書かれてるみたいなチャームになってます。あと、インビのチャームっていうとね、やっぱちょっといろんな色が入ってるやつ想像するかなと思うんですけど、こういうマッキンキンのやつもあって、これはグループステージチャームっていうことで、かなりね、もう全部金で作られてるみたいなチャームになってます。で、これでも結構かっこいいんですけど、これ1個あっち行くと、はい、普通のチャームの中の白の6が金色で作られてるっていうチャームもあります。っていうことで、なんか今回の6インビのコード、えぐい。なんかね、相当チャームいっぱい入ってるから、なんか今までの中でもかなり当たりだったんじゃないかなってちょっと思いました。はい、ということで、前半はイヤー5のパスの紹介、そして後半はね、まあ、僕が今回もらってきたインビチャームの紹介でした。まあなんかすごいね、イヤー5のパスに関して言えることは、やっぱね、毎年言ってるんですけど、シージを長くやる人は絶対買った方がいいです。まあやっぱね、
名声ブーストしかり、アルファパックブーストしかり、いろいろと特典が熱い内容になってるので、ぜひね、みんなも買ってほしいなと思います。ということで、また次の動画でお会いしましょう。サキヤでした。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価ボタンをポチッと押してくれるとめちゃくちゃ嬉しいです。他にもおすすめ動画、最新動画が載ってると思うので、ぜひチェックしてってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。サクヤでした。